大谷の48号特大弾 &48 達成にレジェンド OB が感情爆発。敵地でも観客総立ちに、これがスーパースターの証なんだ。ドジャースの大谷翔平が現地時間9月17日、日本時間18日、敵地でのマーリンズ戦に1番 DH で先発出場。5打数1安打2打点の成績だった。チームは9回に粘りを見せたが、9対11で敗れている。大谷選手は3回1死1塁の第2打席では、右翼2階席への48号ツーランホームランを放ちました。打った瞬間に本塁打を確信し、打球速度 105.3マイル、約 169.5キロ、飛距離402フィート、約 122.5メートル、角度32度の豪快な一発となった。ドジャース専門メディア、ドジャースネーションは X で、どうしてこれほど野球がうまく、同時にクールでいられるのか、と投稿。悠然と放った一発に感嘆の声を上げていた。大谷選手は初回の第1打席は見逃し三振、4回の第3打席、6回の第4打席も空振り三振に倒れている。9回の第5打席は1ゴロに終わった。前日は2打点を挙げ、試合前までブルワーズのウィリー・アダメズ、109打点に1打点差と迫っていたが、このツーランで2打点となり単独トップに浮上。現時点で本塁打と打点のリーグ2冠で、日本人歴代単独2位のシーズン110打点に到達した。大谷48号特大本塁打、48の大記録にレジェンドたちも大興奮。この一発で2006年のデビッド・オルティスを抜き、DH でのメジャー最多本塁打を記録。この記録にはライブ解説を務めていたオルティス氏も、もう大谷の話題で持ちきりだね、なんてことだ。信じられない。素晴らしい。称えることしかできないよ。彼なら本当に DH 初の MVP を見せてくれるかもしれない。と大興奮でコメント。また、メジャー通算219本塁打は韓国出身のチュ・シンスを上回り、アジア選手最多本塁打となっています。昨年 WBC の決勝戦で、世界一に輝いた球場でもある思い出の地、ローンデポパークで記録ずくめの一発。また、このツーランで110打点とし、打点リーグトップの座を奪還しました。シーズン51本塁打、51盗塁ペースとし、いよいよ前人未到の50が目前に迫ってきています。前人未到の大記録には、米放送局でライブ解説を務めた往年のレジェンド、ジーター、オルティス、エーロット、カブレラ、プホルス、マルティネス、マグワイアラが、大興奮で本音を語っています。様々なレジェンドが、大谷選手の活躍に反応を示していますが、メジャー通算229本塁打のノーマン・ガルシア・パーラ氏は、ここまでスタジアムをコントロールできる選手はいない。と前置きした上で次のように述べています。長きにわたるメジャーリーグの歴史の中でも、大谷ほどファンを熱狂させるプレイヤーはこれまで見たことがない。前世紀のボンズやサミー・ソーサでも、ここまでの影響は及ぼせなかったと思っている。今やドジャースタジアムだけでなく、敵地でもスタンディングオベーションの嵐だからね。フルヒッタータイプの打者は誰もが怖がるだろうけど、大谷の場合は逆方向にもフライが打てる。僕が見た限り、ホームランを狙っているんじゃなくて、ただボールを当てに行ったように見えたんだ。なのに、これが彼の場合だとホームランになる。本当に信じられない男だよ。いずれにしても、大谷のプレーを見るのは心が躍るね。観客席だって一瞬の静寂が訪れて、次の瞬間には盛り上がるんだ。本当にあの光景はたまらないし、言葉ではうまく言い表せないよ。大谷という存在が巻き起こしたハレーションなんだ。実際に大谷選手のプレーを観察し、独自の見解と敵地の盛り上がりについても言及したガルシア・パーラ氏。また、2005年にマーリンズで22勝を挙げ、最多勝に輝いた名投手のドントレル・ウィリス氏は、もともとホームランが打てる打者なのは知っていたが、正直言ってここまで走れるタイプだとは思わなかった。投手にしてみれば、これだけ塁上をかき乱す選手は厄介だろうね。
それに大谷が盗塁に成功するとスタジアムのボルテージが一気に上がる。盗塁の成功率がこの時期にもかかわらず 90% を超えていると知ってますます驚いたよ。このまま状態をキープできれば 50-50 は実現できると思うよと大谷選手の盗塁に焦点を当てながら見解を述べています。そしてレジェンド OB たちのこうした発言に夢の大記録への期待は高まるばかりですが、レッドソックスなどで通算219勝を挙げサイ・ヤング賞を3度も受賞したペドロ・マルティネス氏も大谷選手の打撃に驚きを隠せないようです。レジェンド投手として野球殿堂入りも果たしているマルティネス氏ですが、米メディアフォックススポーツのキャスト番組内で大谷選手の凄さについては次のように述べています。人というのは驚きを通り越すと思考が停止するんだと思い知ったよ。その場でパッと凄さを形容する言葉は出てこないし、周りからどう思うか聞かれてもなんて答えたらいいかわからない。本当にコメント泣かせさ。全くもって大谷はすごい男だよ。まあそんな中でも一つ挙げるとすれば、今シーズンは文字通り弱点がない。内角高めだけは唯一低い打率となっているけど、ここに罠がある。本当に危険なゾーンなんだ。少しでも投げミスすれば痛打される可能性が高いし、しっかりと投げ切らなければならない。しかしそれは大谷と対峙する投手にとっては至難の技なんだ。よっぽどの心臓じゃないと難しいと思う。現役時代各球団のエースとして投げ続けてきた実績をもとに大谷選手の凄さを投手目線で語ったマルティネス氏。さらにメジャー通算354勝を記録したロジャー・クレメンス氏も同番組内で大谷選手の話題に触れています。記録のインパクトで忘れがちだけど、彼は今シーズン怪我を抱えた状態でここまでの成績を残している。本来なら復帰するだけでもすごいのに、あまりにも自然に振る舞うから怪我をしていることを忘れてしまう。以前彼はコメントでケアはずっと続けていると言っていたが、これで全てが万全の状態だったらどうなっていたか。史上初の記録に誰もが熱狂しているけど、もしかしたら来年はもっとすごい成績を残すかもしれない。まだ気が早いかもしれないけど、大谷だからついつい期待してしまうね。右肘のリハビリを続けながらの大記録の達成に率直な思いを述べたクレメンス氏。また1998年にシーズン70本塁打という伝説を残したマーク・マグワイヤー氏はホームランバッターならではの目線から大谷選手を絶賛しています。かつてビッグマックの愛称でメジャーリーグを席巻したマグワイヤー氏は大谷選手の活躍については次のように述べています。まさに完璧な男と言って過言ではないと思う。去年までは投打の二刀流が話題を呼んでいたけど、今年は別次元の凄さでファンを魅了している。私もホームランを打つことには自信があったし、今でも一つの時代を築き上げたという自負がある。ひとたびバッターボックスに立つとスタジアム中が総立ちになって注目してくれた。今でもあの光景は忘れないし素晴らしい思い出だけど、大谷の場合は私以上にスタジアムを盛り上げている。敵地であれほど観客のボルテージを上げられる選手は彼以外にいない。誰もがチームの垣根を越えて大谷という一人の野球選手を応援している。まさに時代を作り続けているんだ。さらにマグワイア氏と共に最多本塁打で争いを繰り広げ野球ファンを熱狂の渦に巻き込んだサミー・ソーサ氏も大谷選手の凄さに言及。個人記録ではなくチームプレーに徹していると前置きしながら大絶賛しています。今シーズンの彼を見ているととにかくチームプレーに徹していることがわかる。全ての行動が次につながっているんだ。あくまでチームが勝つことを最優先し、次に個人の記録がついてくるということをしっかりと理解している。限られた野球人生の中であと何回これほどの大記録に挑戦できるかはわからない。もし私が大谷の立場になった時、欲を出さずに戦えるかについては自信がない。それほど野球人生には限りがあるとわかっているからね。でも彼は決して欲張らずにチームの歯車の一つに徹する。バッターボックスでも一球一球を大切にして小さなことをコツコツと積み上げていく。
素晴らしいという言葉だけでは彼を表現しきれないね。チームが勝つことを第一に、メンバーを信頼して戦う姿勢を見せる大谷選手。こうしたアプローチが上昇ドジャースの土台になっていそうですね。ジーター氏は次のように反応。本当にすごい。ベースボールの歴史が動き、毎日大谷がホームランを打つかどうかドキドキしているよ。彼は誰よりも素晴らしい選手だし、夢を与えてくれる。50-50を見れるのが本当に楽しみだ。このように子供のような目で語ったジーター氏。さらにデビッド・オルティス氏も、今日も最高のホームランだった。先日は MVP がどうかという話をしたが、大谷が史上最も素晴らしい選手なのに変わりはないし、私はファンとして50-50を待ち望んでいる。誰よりもね、翔平は本当に最高の男だ。このように語りました。2023年までタイガースで活躍し、打撃3冠と2度の MVP にも輝いたことのあるミゲル・カブレラ氏は、大記録を更新している大谷選手に対し、自身の経験も踏まえながら次のように称賛しています。本当に素晴らしい記録だ。どこまでいけるのか。それだけすごいことをやってのけてるし、もちろん僕自身も注目している。引退してから解説者として呼ばれることが多くなったけど、彼らの気になる話題は8割以上が大谷のことについてなんだ。先日40-40を達成したがどう思う？50-50はいけると思うか？って感じにね。試合解説者というより大谷解説者を名乗ろうかと思ったくらいだ。いずれにせよ、野球ファンの関心はそれだけ高いということ。誰も成し遂げたことのない偉業を彼は次々と達成しているからね。それに50-50の話題で影を潜めているけど、大谷は打率や打点も素晴らしい。各打撃部門でチーム1位を独占しているし、常に改善を重ねている。本塁打と打点はほぼ間違いない位置にいるから、あとは打率かな。ライバルとしてはブレイブスのオズナが挙げられるが、これまで数々の不可能を可能にしてきた大谷のことだ。50-50と三冠王の達成という両立不可能な記録さえ実現するのではと、ついつい期待してしまう。これからもさらなる高みを目指してほしいね。また、カブレラ氏と同じくメジャーリーグの偉大な打者として知られるアルバート・プホルス氏は、大谷選手のバッティングが好調な要因について独自の分析をしています。翔平は、50-50を達成できると思うよ。エンゼルスに入団した当初から素晴らしい男だったけど、ドジャースに移籍してからはさらに神がかった活躍をしている。何よりも毎試合バッターボックスで見せる集中力が素晴らしい。大抵の選手だと期待がかかったり、達成可能な記録が目の前にあるとどうしても浮き足立ってしまう。頭の中で考えないようにしていてもついつい欲が出てしまうんだ。これは人間である以上仕方ないことだ。ある意味で自然現象なんだ。でも翔平の場合は違う。彼も人間だからプレッシャーとか欲はあるはずだけど、いざバッターボックスに立つと指針を完全に捨てているように見える。余計なボール球には決して手を出さないし、死球になったら淡々と塁に向かう。レギュラーシーズンも終盤、確実に打てる回数は減ってくるのにね。いろんな角度から翔平を称えることができるけど、一番に挙げるとしたら僕は彼のメンタリティを推す。今シーズンの凄まじい成績は全てこの精神力に裏付けされているんだ。大谷選手のバッターボックスでの振る舞いを称賛するとともに、不屈の精神力も絶賛するプホルス氏。かつてエンゼルス時代を共に過ごし、間近でその凄さを見てきたからこそ、発言には説得力がありますね。レジェンド OB たちの熱いメッセージについて、どのように感じますか？最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入っていただけましたなら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ご意見やご感想などありましたら、ぜひコメントをお願いします。次回をお楽しみに。